毛隆氏は中国三国時代の暮れの政治家。字は、郷部、慶州江夏軍の出身。24校の一人として数えられるとともに、毛宗地区の名前の由来となっている。毛宗、竹林にて竹を求むが、若い頃、南洋の履宿の下で学問を学んだ。その際、母は厚く大きな布団を作ってやった。ある人がその理由を尋ねると、母は、 我が子は客人を招くような徳はありませんが、学問を志す者には貧しい人が多いでしょうから、大きな布団を作り、蘇生が似た者同士で交友するよう願ったのですと答えた。妄想が小夜も忘れて読み吹けるのを見て、李式は彼を最小の器であると評した。その後、主んどころの軍理となり、母を連れて軍営で暮らした。しかし、 志を得られず住まいが雨漏りしたので、妄想は泣いて、母に謝った。母は、今はただ励み勤める時です。泣くほどのことでしょうか、と妄想を悟した。主よんどころは妄想を知るようになると、彼を塩池芝に任命した。ある時妄想は、自分で網を作って魚を捕らえ、魚の漬物を作って、母に食べさせようとした。しかし、母はそれを返し、 お前は魚を管理する官なのだから、私に魚を送っては権威をかけられますとたしなめた。また、母がタケノコを好んだため、冬に妄想が竹林に入って哀炭したところ、タケノコが生えてきたため母に食べさせることができたという。これが妄想地区の名前の由来とされる。その後、妄想は呉県令に昇進した。その頃暮の法律では、親が死んだ場合でも長官は、 公認が来るまでもに服してはならないとされており、違反すれば死罪と定められていた。しかし、妄想は母の死に際してその金を犯し、権令の職務を放棄してもに服したため、拘金され処刑され,されそうになった。リクソンは彼の除名を願い出たため、孫権は妄想の罪等を厳じたという。それから、また官に復帰し、太平三年には、孝禄君となった上で、 孫らによる尊領の範囲に加わっている。永安5年には、孔六君から、右御子大部に昇進した。孫公が即位すると、孫公の字が、元胸であったため、妄想はその字を避けて、もうひとしと解明した。法廷3年には、右御子大部から四空に昇進したが、健康3年に死去した。ありがとうございます。